ね、全然気にしてなかったけどさ、これ印刷でさ HP 回復するの便利すぎん。こうやって事故で落ちた時とかさ、印刷しながら行けばいいじゃん。どれさん、こんばんは、しょねえ。さ、足立ちがいたとこの先行くぞ。もう暗いとこほんまいやわや。ステローで、なんか目の前にいそうだよね、敵いたんだよな。こいつはなんだ。あー、カエルくんか。安心だわ。え、待って、こっ、なんか広いな。広くない？さすがにもう俺テレビの限界感じてるよ、これ。暗すぎ。なんも見えねえよ。待って、なんか下にすごいのいる。待って、これ何？すごいのいるよ。あ、でもこれ戦わなきゃいけないな。でもこれ忍者取れそうじゃない上から。せーの、トウ！はい、ダメでした。七面武者。なんだこれ、まだなんか異質だな。あ、おじけだこいつも。うわー、ダークソウルとかブラッドボーンっぽい技だ。ちょ、やばい。もう強し。どうするこれ。うわー、で起き上がる瞬間ずるくない？なんかこいつちょっと強そうだな。こいつあれだわ、顔だこれ。これあれじゃん、なんだなんだ、またそれ。これどうやって避けんの。ホーミング性高すぎん。はいはい、あ、近くにいるだけで押し固まるわ。やべえやべえ、首なしタイプだな。ただダメージは通ってるね。神指きつかない。あー、ぶねえ。え、これさ強いな、間違いなく凶暴する一体だなこれ。いや、これは強いぞ。てい、てい。うわー、普通もいけんのね、あんた。あかんな、これは、やればやるほど、死ねば死ぬほど泥沼だ。あ、弾けた弾けた。この人の顔面弾けるぞ。はい、はい、はい。泥沼になるから、絶対初見で貸しといね。絶対やるたびやるたび集中力、削られて、やべえやつや、これ。あ、でも面白いな。やっぱ今日も戦ってる時は一番このゲーム面白い。おい、これ攻撃する隙なさすぎだろ。はい、やべ当たる。いや、これ意外とさ切れるな。はい、ほいほい、え、ゴリゴリ行こう、ゴリゴリ。これ逃げたら負けだな。ゴリゴリゴリ、オーケー、ゴリ。うわー、なんでこいつ金筆もいけんだよ。オッケーオッケーオッケー。おじきは全然溜まってない。はいはいはい、はい、全然、あ、これさ、見切ったらそんな強くねえぞ。はい。やべ！割と食らうな、打撃。もう打撃じゃない、斬撃？打撃ではないか、武器的に。はい、はい、はい。お、武器あんじゃん。いや、これちょっとこの時期やばいか。あ、なんか子供たち変わった？待て、これさ、あれだな、ちょっと。絶対勝ちたいから、紙吹雪効くかな？そんなことない。首なしでしか効かないアイテムみたいな感じだともったいない気がするからな。こいつにも効きそうだけど、幽霊系には全部効きそうだね。オッケーオッケー、この時は突っ込む。ちょちょ、やべえこれ、いち、やべえ、あ、これ一応飲んだ方がいいな。危ない危ない、飲めない飲めない。ほら来いよ。なんだあれ、来ないぞ。来た来た、飲め飲め。いやー、まあいいや。あー、間違えたー。特に有効な忍具もねえし、やっぱ殴りでやるしかねえなこれ。これ絶対忍殺するルートあるよね。なんか後ろから近づきそうなんだよな。くそ、マジモニターの限界だわ。下があるかどうか見えねえ。いや、ないな、アイテムだもんな、あれ。一応ちょっと落ちてみる。落ちて、ここで壁ジャンプして、ダメージをやらげようと思ったけど結構食らったわ。バレましたね！いや、ガチガチのさ、ヒット&アウェイだからさ、めちゃ時間かかるな。でも壁がオンレオガードしてくれる。
ッケー。やっぱ持つべきものは壁だな。はい、もうそろそろだな。それはやばいやつ。大丈夫か。時間かかりすぎ。ほらほら、これさ、第二形態も同じこと。オッケーオッケー。第二形態も同じことやらねえとなるとさ、第二形態じゃない、2ゲージ。あ、消えた。こっから近接になるとかない。ヒットアンダーウェイは飽きちゃうぜ。はい、うわー、そういう感じか。ちょっと待って、お辞儀して飲む暇がない。飲んで、今のビームさ、ダクソの本流で、ソウルの本流だっけ、反流だっけ、あれ思い出すね。はい、弾きは簡単なら見える。すごい緩いからね、緩い、呪いからね。はいはいはい、硬いよね。やっぱ紙吹雪がなんか有効な気がする。硬すぎじゃないかこれ。ステップ蹴りってだってあれだもんね、あのダメージを削る技なのにさ、全然削れんやん。あかん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 。はい、いえ、うまくない。音量、音量の避け方うまくない。あ、痛いっつ。やばい、ステップ、外役ステップ中になったんだけど、どうした。はいはいはい、オッケー。ギリギリだけど、ギリギリで。このゲームさ、やばいって、ホーミング。おい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 、はい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 、押せ押せ押せ。はい、いって、やべえな。あんま無理するとやばいな、ほんとに。地味にこれいってんだよ、ダメージ。ちょこまかと食らうんだよな。はいはい、あー、やべえ、弾けるから。いや、ちょっとやばいな。ちょっと丸薬いかなきゃダメか。最近ちょっと丸薬使いすぎなんだよな。あれも確か無限に変えるわけじゃないからね。変える数が多分決まってるから、まあ、雑魚敵が落ちすんだろうけど、そんなさ、雑魚敵で集めるマラソンなんてするつもりないし。はい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 、ほら。いいんじゃないの。ああ、なんか強ボスというよりはただめんどくさいだけで、そんな強ボスってわけじゃないな。めんどいボスだ。はい、まあでも楽しくはあるな。この攻め方はダクソーとブラボーだからね。赤狼の戦い方じゃないから、なんか思い出すわ。これ弾けないの。はいはいはい、もう一回来い。あー、しゃしゃ。はいはいはい、もう成仏してや。これあれだな、体感ためれる HP 削ってリーダー出るタイプかな、これ。あー、あ、危ない。よかった、まだ1回目か。ちょっと待って、丸薬いくべ。うわ、俺終わったと思った。ここまでなかったらしく、一旦の上やってきてさ、俺終わったと思ったわ今。はい、ちょっとさ、急に俺調子こいて無理すぎじゃない。で、おじっけして体勢上げて、ちょっと一旦丸薬飲もうかと思ったけど、殴っていく。丸薬飲む。いや、これは近くにいるとたまるから、おじっけが。これが必殺なんだな、こいつ。痛い、やべ、自分から突っ込んじゃった。こいつの非容疑だ、これが。俺の非容疑も言っとく、大丈夫。俺の非容疑見せなくて大丈夫、こいつに。丸薬飲んで、回復つきましたね。はい、ちょっとやばいな、余裕ねえもん。あかんあかんあかん。はい、あ、よし。はいはい、よっしゃー、危ねえな、これ負けらんねえ絶対。一回一回が長すぎるんじゃ、お前。なんだこれ。片白返し、刃も柄も真っ白い担当、 HP を片白に変換する。なるほど、片白なくてやべえってなった時に HP を削って片白にするってことか。これブラッドボーンの銃の弾のシステムと一緒だなこれ。あ、これだけ。まあまあまあ、今までにないボスだったな。自鉄くず。あ、はち切れそうな銭袋、これはありがてえ。最近金がなくてさ、任務も強化できねえしさ、物も買えねえし。まあアイテムこんなもんか。なんか向こうの上にもあるな、見えるぞ。その前に鬼仏があっつわ。これなんかレアそう。はい、え、読む。
国取られ軽視した教師かな、アシュナ州の荒ぶる怨霊ここに沈める。あーさっきの七面武者のことかな。あー忍びのお方、司祭は余計なことは。そういえばこいつのイベント何なんだろう。結局進められてないな。戻ってきたんだねこれ。そんじゃさっきのかがり火からかがり火じゃん。あ、こいつなんか声聞いてたやつか。前いたやつ。かすかに。だがわしにはわかるぞ。まるで誰かを呼び泣いておるような。もしやこのわしを。声をかける。お主時折。ああ聞こえるぞ。なあ教えてくれ、わしを呼んでおるのか。どうした。ん、ああ忍び殿か。音をたどりここまで参り申した。ほらかすかに風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。まあ務めなどもうよい。あの調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。なんか何かに取りつかれたやつのセリフだよなこれ。辿って行かねば。あの調べはどうすれば終えるのか。忍び殿、心当たりはあるか。ステローへ誘う。ステローに行ってみてはどうだ。なるほど、あそこか。調べは穴底から聞こえる。ステローのどこかから降りていけるやもしれぬな。ああ、ステローですな。わかり申した。まこと、かたじけない。ん？穴底って言ってたよな。確か身を投げるんだよな。うわうわまたいるわ。お前さん、身投げされるのかい。なんだと。足名の底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足名の底はあっちじゃ。なんだこのままクローン3人目か。これすごいな。この時代もクローン技術が成功していたが。じゃあ自分身投げの方よろしいか。トラー、そういうこと。てかめっちゃ下まで来たよ。帰り道やばいやつじゃない。あ、こっから道続いとるわ。待って、死ぬ男はいる。バカめ、気づいたら俺はホラーに、ホラーが苦手な代わりに耳が敏感なんじゃ。こういう時こいつはあれなんだな。不死身の割には握り合いかよ。虫つきではないんだね。落ち水は虫つきとは無関係ってことだな。罠があるよこれ。これは何、落ちてもいい穴か、身投げしてもいい穴かこれ。自分身投げよろしいか。あ、え、おじけし、またか。いるんだな、やっぱ幽霊系が。まだ何これ、新しいとこ。あ、新しいとこだ。俺すごい明るくなった急に。あ、ついた、アシナの底。え、また毒沼じゃんこれ。
しかも仏もあるってことはさ、千宝寺の周りとちょっと似てるな。さっきの人いなくなってるわ。ステローに行ったんかな、声聞こえちゃってる系の人でさ、これ落ちた時にさ、あれだよね、なんかもう一箇所ね、紐でかけられる場所あったよね。ここと、ここだ！行った？行った！ここ何かあると見た俺は。おい、ニングの匂いがプンプンすんじゃねえのかこれ。ニングの匂い、怖い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 。お、またお前か。あ、穴があるってことは同じところか。あ、同じとこだわ。なんだよ。そしたら足田進めるか。足田じゃねえわ、足田のそこ進めっか。ジデスクスいるね。あ、これあれか、大砲丸じゃん。大砲丸って謎の名前つけちゃったけど、こうで、はい、なんかバレた。水止め白萩、こいつか、うん、こいつ、あ、こら、こいつだな。あ、こいつ動き一緒じゃん、あいつと前の 20m。 ちょっと待って、その前になんか俺たちの戦いを邪魔しようとしてる奴がいるな。男の戦いに口を出すな。あぶね、はい、よし。なんかおめえも口出すのかよ。おめえと俺の戦いを口出す奴を始末しに行ってんのに、おめえが口出すどうすんだよ。で、つくぞ。はい、ほい、ほい、はい、はい、撃つよね、オッケーオッケー、はい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 、うわー、これが強いわ。はい、ジャンプして、あそこジャンプでも受けられないんだっけ。もうちょっと裏行かなきゃいけないんだな、これ。アップね、相変わらずこういう系強いな。はい、で、体幹は日よぎで回復する。あ、一応ジャンプで向けられんの。はいはいはい、タイミングだな。はいはい、ほいほいほい、撃つよな。はいはい、よしよし、まず一撃、そんな強くねえな。回復して、トラトラ、これ体幹削りやばくね。はいはい、いや銃撃った後は余裕あるなら体幹削り、トラ、はい、あぶねえ、ダメージがエグくない、なんかこいつ。はい、うわ、やばい、体幹削り、そして回復する。俺もほらほら、あっぶねえ、あかんな、何キョロキョロしてんだこいつ。オッケーオッケー、はいはいはい、こいつは毒状態何年かね、回復、こいつ学びやがった、危ねえ。なんでこいつ毒の穴なのにそんな動けんの。オッケー、届け届け、くそ、ちょ、いった毒の間から出た方がいいな。やばい、こんな長引くと思わんかったわ。オッケーオッケー、ちょっといったんあれ食うか、毒消し、これ飲んだら耐性もあるから。うわー、待って、俺が必死にこいつ削ったさ、うわー、ダメかー。うわ、こうなってくると、いやでも初見で勝ちたいんだよな、中ボスロボスはさ。自分眼薬いいか、ちょっとよろしくないね。トロロス、よし、あ、中毒になった、やっぱなるじゃんこいつも。でもこう耐性あったね、耐性。はい、もともと毒消しいことは飲んでやきやがったなこいつ。はいはい、なんか奇跡的にさっきから当たってないなあ、ダメなのかー。あ、すごいシュールな進化でした。しかも最後飴使っちゃったんだけど、使ってないから捕まえにしてんだか俺。はいはい、よっしゃ、ひどいありさまだったけど。なんとか初見で勝ったな。ボロボロだよ、一回帰るべ。暑い。いや、まあ時間も安排だし、今回はこんなもんか。ちょっと予定あって今日1本しか取れなかったわ。さらば。